Well, good afternoon, everybody. Seems like we had a color matching. 皆さんこんにちは。This is not a dress code or anything. Well, today I'd like to talk about mobility. 今日はモビリティについてお話をしたいと思います。モビリティ、革命のモビリティですね。ここのカルチャーのセクションにこのトピックが合うかどうかちょっと分かりませんが、ベストを尽くしたいと思います。まずですね、今日のプレゼンテーションをいろいろな手をご紹介することで始めたいと思います。で、車の産業というのはもう過去の産業になっていると。私はフェラーリのデザイナーだったんですけれども。皆さんにとってはちょっとショックなことかもしれませんが、もうこれは本当現実になっていることなんですね。ハードウェア、製品自体ですねにフォーカスをしているところから、これからはインフラストラクチャーに変わっていくわけです。例えばインターネットのインフラが他の業界を戻って変わってしまうというようなことも、もう皆さんも見ていらっしゃると思います。なので車の業界というのはもう時代遅れの業界で、これは時代遅れということで終わりが来るということが言えるかと思います。それから車をデザインするというのは大変なことなんですけれども、20年か30年前、ゼネラルモータースで仕事をしていたときに、研究所でたくさんの人が働いていたんですが、デザイナーたちは研究所に行かなければいけなかったんですね。何かすごくかっこいいことが起きている場合には、そのリサーチャーたちが何かこうかっこいい起きている最近のトレンドを見せてくれるわけですね。でこれを商品にしたらどうなのっていうようなことをアイデアをくれたわけなんです。でこうしてインダストリアルデザインといわれる製品デザインを行っているときに、人とお金があればそういったことが可能になったわけなんですね。でそしてしかも最初からピンポイントでこういったものを作ろうと、このテクノロジーがあればこの商品が5年で作れて、その発売後の5年後15年間にわたっても乗ることができるだろうというようなことを予測することもできたわけなんです。これは車だけではなくて他の製品でも同じことが言えたんですね。でこれからはです、今までは先にこうしようと決めてプランできたわけなんですが、これからは本当にそのどういう方向に行きたいかということをはっきりと定義づけることが大事になってくるわけなんです。このスライドなんですが、車はブランドプロダクト、ブランドの製品なんですね。ただ今の時代というのはどちらかというと車はコモディティ化しているということが言えるかと思います。で例えばリテイラー、小売店ですね、例えばヤマダ電機のようなところだと思うんですが、力をすごく持つと商品がコモディティ化してしまうんですね。でとても残念なことに車の業界というのも車がコモディティ化しているということにあまり気づいていなかったということが言えるかと思います。でそれが悲劇を呼んだわけなんです。車がコモディティ化してしまいしてしまった結果、車のライバルというのはもう車ではなくなってしまっているんです。それはもう他の交通機関でもありますし、オフィスであったりエレベーターであったりということにも言えるわけなんです。交通というのが、もしくは交通網というものが街をどのように変えていくのか、街の構造をどう変えていくのかというのをお見せしたいと思います。これは私の故郷の山形県なんですけれども、ご存じない方のためにご説明するならば、リンゴを育てたりとかっていう農業が、あとお米ですねを育てたりというような農業が発達した地域であります。でこの1800年代には川を下って最上川ですねの下って京都までお米をやリンゴを送っていたわけなんです。ですからでその後ですね、経済が発展して山形にも電車や道路ができるような状態になってきました。で電車ができましたので、電車の駅が街を作っていったということになったわけなんです。でそれから第二次世界大戦が終わった後ですねは車が主要な交通手段となってきたわけなんです。でこの時代というのが車が初めて主要な交通機関、交通手段になったという時代です。なので、駅だけではなくてこれからこの時代というのは道路の発達によって街がまた作られていく、というような時代になりました。よく質問されるんです。奥山さん、電気自動車とかハイブリッド車ってどうなんですかと。でもしそういった新しい車についてお話をされるときは、実はその車の種類というのはあまり関係がないんですね。車の種類ではなくてどんなサービスを提供するのかということが最もこれから重要になってくるわけなんです。でこれをもう少し細かく説明させていただくために、少しここから旅をしたいと思います。中東に飛びます。アブダビです。このアブダビではマスダールシティという都市を建てるプロジェクトが進んでいます。このイメージはノマ・フォスターという建築家によって作られたイメージなんですけれども、アラブ首長国連邦は産油国で最もお金をたくさん持っている国なんですが、ただ、そういった国がこういったプロジェクトにもすでに取り組んでいるわけなんです。でこれは CO2 を排出しないカーボンフリーの都市となっています。でこういった産油国がすでにその将来のテクノロジーを見据えてすでに投資を行っているんです。これはカリフォルニアでも少し起きていて、メキシコでもこのような動きがありますが、日本ではまだまだこういった動きが全くないというような状況です。このイメージは私のスタッフの1人が作ったんですけれども、車のデザイナーというのは単純に車のデザイナーだけではないんですね。車を含めたすべての環境、それから都市の環境というものすべてのをパッケージとしてデザインをしていくわけなんです。そうでないともうストーリーが伝わらないということなんですね。でこれを説明させていただきますと、これをダ・ヴィンチプロジェクトというふうに呼んでいます。イタリアの会社と一緒にやっているからなんですけれども、もしレオナルド・ダ・ヴィンチが車をデザインするとしたら、おそらく今のような形にはしなかったのではないかと思います。でアプリケーションも全く違ったのではないかというふうに想像されます。例えば車を止めるという一つのことを考えても全く違ったのではないかと思うんです。なのでそのレオナルドのように考えて提案した解決策というのが今見えているものですね。ベタエクスチェンジプログラム、より良い交換のプログラムというところを始めている会社があるんですけども、失礼いたしました。これは電池交換ですねのステーションを書いたものです。ここでどんなサービスを提供するのか、どのようにではなくてどうやってサービスを提供するかということにフォーカスをしているわけなんです。でこの絵も同じですね。このステーション、電気交換ができるステーションのものです。これを見ていただくと、そこから車の底の方から電池の交換ができるようになっているというのが見ていただけるかと思います。で8時間ぐらい充電するんですけれども、電池の交換というのは2分で交換ができます。電池を変えるということに関していい点と悪い点もあるんですけども、ここに書いてある通り、車を持たない社会、というのを考えています。なのでこの電池というのは一人一人のその車の所有者が持つわけではなくて、共有されているもので、それをまあチャージし充電しながら使っていくというようなことになると思います。これはですね、これは将来のスターバックスだというふうに思っていただきたいと思います。でその中に充電ができるステーション、駐車ができるところがあるというようなイメージだと思っていただければと思います。でコーヒーを買う今はコーヒーを買いに行くためにスターバックスに行かれると思うんですが、ここを見ていただくと、スターバックスに人が集まるということで、スターバックスにすごく力が出てくるということを見ていただけるのかと思います。つまり人々が行くところ、コーヒーを買いに行く、スターバックスに行くというのがまず第一の目的で、2番目の目的が電気自動車に乗ることができるというところになるということですね。車を乗ることが最初の目的にはならないということです。でこの写真ですね、これはスターバックスステーションをまた違った角度から見ているんですけれども、ここでも繰り返しになりますが、製造業者からサービスを提供する方にその力というものが動いているのではないかと思います。なのであなたがいるその業界のサービスを提供しているところはどこなのかというものに注目していくことも大事かと思います。そして皆さん多分皆さんお聞きになると思います。もう世界はもうコモディティだらけになってしまうんだろうか、ブランドはないんだろうかというふうに思われるかと思います。ブランドプロダクトというのは皆さんが買いたいと思うのですね。コモディティはもうなんか必要があって買わなければいけないものというふうには感じたと思うんですが、いや最近ではそのブランドというものを本当に見ることが少なくなってきたと思います。デザイナーがきちんと作っていないということも言えるかと思います。その魅力的な商品になるまでデザインをしていないということが言えるのかもしれません。で例えばスイスの時計を買うとき、別に必要じゃない携帯もありますし、壁には時計もありますし、でもなので時間を見るために時計を買うのではないですね。時計が欲しくて買うわけなんです。でそうやって買った時計というのはもうすでに20個ぐらい時計買ってるんですけども、結構長い間ずっと持ち続けると思います。そしてこの時計が私とずっと一緒に今人生を刻んでいくわけですね。でそしてまた私が使い終わった後も、例えば息子、娘、もしくは友達に渡していくことによって、この時計というものがずっと生き続けていくんですね。これが人間が猿とは違うところだと言えるかと思います。でこのちょっとスーパーリムジンに戻りますと、電気自動車の素晴らしいことは、電気の中のその要素はそれぞれが特につながっているわけではないんですね。なのでどこに置いてもいいんです。なのでそうすることで車のパッケージング、つまり設計がとても自由になるということが言えるんですね。でそのうち本当に素晴らしいリムジンの車を作ることができるのではないかと思います。ディーゼルやそういった他の携帯の車を超えることができると思っています。それから、これ以外にも何か面白いものをデザインするという余力もあるかというふうに考えているんですけれども、右側の絵はですね、これはあなたが高層マンションにいるというようなことを思っていただいたらいいと思います。で左側のこの車のような形でカプセルになっていて、建物のの側面が、あなたのそのパーキングの場所になるんですね。で、車を聴きながらマイケル・ジャクソンを聴きながら、このカプセルで上に上がっていって、でまた朝会社に行く時にはそのカプセルで降りてきて、そのまま車に乗って会社に通うというようなことができてくるわけなんです。で、こういったここには私が今日お話ししたことがほとんど書かれているんですけども、少しまだお話ししていないことを一つお話ししたいんですけれども、社会とそれからモビリティ、モビリティをこれから開発していくというところで、少しお話をしたいんですが。1970年代に大阪万博に行きましたときに、車のデザインを見て、私はデザイナーになろうと、車のデザイナーになろうと決めたわけなんです。私は1969年にこの失礼いたしました。1962年にJFK それを見ながら、イタリアのデザイナーは一つのスーパーカーを作り、そして私自身をデザイナーになるというふうに考えさせるようになったのです。六本木の人がお台場、このような車を見ているとき尊敬していきます。子供が車や交通網に対して尊敬を持つようになってほしい。それが私の、なぜなら私には夢があるからです。良いコモディティに対するスペースがまだあるかと思います。それがイノベーションモビリティです。私からの質問です。あなたの夢は何でしょうか。そしてそのためにあなたは日々何をしているのでしょうか。ありがとうございました。